クリーミーなバリ島クラゲ村でございます。本日はこちらのインスタント麺、結構在住に人気のシンガポールスパイシーラクサ、こちら試してみたいと思います。はい、中身はこんな感じになってます。麺ですね、スープの素で、クリーミーパウダー、香味オイルですね。で、唐辛子が1から2からとあります。もちろん2からでいきたいと思います。行ってみましょう。はい、出来上がりました。こんな感じですね。ちょっと油ギトギトな感じです。トッピングもね、少し凝ってみました。こっちのインスタントラーメンは 80g ぐらいしかね入ってないので、僕はいつも2つ食べますけれどもね、これ2人前です。それでは早速いただきたいと思います。これ2から全然いけますね。クリーミーな、スパイシーラーメンという感じです。ラクサと言われればラクサ。